俺は映画を見るとすぐ真似したくなっちゃう子供だっていう感じで、それで俺さ、このまあカップ麺の中では最近面白かったなっていうの、サンラータンっていうのがあるやん、この酸っぱめのトマトラーメンっていうかさ、これを実は去年再現しそうになったんだよね。なんかこのサンラータンっていうラーメンっていうのは、まあ、トマト酸っぱいラーメン、酸っぱ系のラーメンだろうなとぼんやりこうあんまりカテゴライズわかんないんだけど、これを多分神奈川県では家系ラーメンだから、俺は太麺を使ってちょっと太麺トマトサンラータンを作ってみようってんでなんとなくできそうになったことがあって、これ近いかもっていうまた別かな、また別で別もんで作ろうと思ったさっきさただで見れたから YouTube で久々にタンポポっていう見てしまったよ久々にまあ見たんだけど、名作で、まあ、シェーンカンパーク、それはテレビ版それとも映画版ラーメン版でしたっていうまあタンポポっていうラーメン映画がある。で俺本屋さんでいわゆる食い物のコーナー見てたら、このだし酢にちょっとだし酢はこれちょっと作ってみる価値ありだなと思って、健康オタクだからな血圧下がったりとか、なんだっけ、糖尿病高血圧、親父だからまあそのだし酢っていうのは血糖値とか高血圧にいいらしいんだなっていう、だし酢を使った料理の紹介で、まあ、だし酢の使い方もあるんだけど、まあ酢にだしになるようなものをとりあえずぶっ込むって放り込んどくだけっていうんで、まあ俺はとりあえずこのコンビニでうまそうな、なんか魚の干物と何の魚だったかな、タラの干物、ちっちゃいタラの干物と、あといわゆるアンチョビってアンチョビじゃねえよなんで英語なんだまあいわゆる煮干しを入れて、でまあこれ何日につけたんだ、あんまり長いことつけなくてもいいのかなと思ったんだけど、とりあえずまあこれで3日目でちょっと明日こいつをどういう風に使おうかっていうんで、サンラータンではないかもしれないけど、サンラータンっぽいのがなんかさ言ってたんだよね、ラーメン好きの人に言わせると、サンラータンの一番有名な店は港区だよとか言って、でも港区ってあれタワーマンがたくさんあるじゃん、あんまり行かないっていうか行ったことないと思うんだよ、あんまり縁がないとこでさ六本木とかあるとこ、あーだいぶ出汁が出たなこれは、うん、でまあ、とりあえず酢も2種類こう鋭角的な酢と甘っぽい酢をちょっと自分でちょっと割合調節して混ぜて、でまああとこれを不織布っていうかさフィルターに通す作業をすればいいかなっていうぐらい、もう十分出汁出たな、こんだけ煮干しがこの干物を入れるといい出汁が出ました。まあ干物の方は多少塩振って添加物なしで干してるだけのやつだから、まあ出汁に使えるかなと思ったら結構いい出汁出た。これね出汁酢出汁酢とサンラータンは関係ないかもしれないんだけど、まあこれでちょっといろんな料理作れそうだな本当は椎茸とかいろいろ入れたかったね、椎茸とか昆布とかも入れたかったんだけど、最近だしパックがあるからさ、まあだし酢用のこういう瓶を買いに行かなきゃダメかなとも思ったんだけど、ちょっとこれだいぶプラモ作りにはまりそうな少年のごとくテレビで見るととりあえず自分もプラモ作ってみたいみたいな感じで、まあサンラータン俺は昔神奈川県のご当地ラーメンっていうと
サンマーメンだと思ってサンマーメンって、俺はサンマーメンのサンマーっていう字が本当はどういう字を漢字が入るのかっていうのは未だに分かってないんだけど、3つのしびれるのサンマーなのか何のサンマーなんだろうなと思って、サンマーメンとサンラータンは全然味は違う、別物。サンマーメンはあんかけ、野菜あんかけそば、野菜あんかけラーメンみたいな、ラーメンでまあ家系のラーメン実は未だに食ったことがないっていうか、よく分かってないっていうかね、どういうのが家系のラーメン。まあティーネイジャーがコンビニの前で家系ラーメンとか、なんだっけ、家系ラーメンとか、ちょっと素でむせで、ね、こうちょっとだいぶゲップが出てきてね、で家系ラーメンと二郎系とか、まあマシマシ系のかなりこってりしたラーメンの、なんか大盛り食い競争かなんかそういうのをやったのかなっていう会話をみんなでしてて、俺はもうだいぶじじいになったから、ああいうこってりしたラーメンはなかなかかなりヘビーな修行だからついつい、ついついでかなり敬遠 しなくてもいいんじゃないか、たまにはああいうがっつり系のラーメン食った方がいいんじゃないかとか思うんだけど、俺は実はここら辺ちょっとやってみたい分野なんだよね。やってみたい、本当かよっていう。いや、まあこれ自宅でね、なんちゃってでこう、プラモデル感覚で、まあ、いわゆる建築家が作る巨大建物と、プラモ作りのラーメンおじさん、プラモ作りが趣味なラーメンおじさん、ラーメンプラモを作っちゃおうかな。できそうにないんだけどなって、まあだいぶテレビで見たことすぐ真似したくなっちゃうのは大人になっても一緒なんだなっていう、3日前から仕込んでるバレてたと思うけど